朝食を食べて11時に友達と予定があるのですが、動画を1本撮り終わりました。でやっぱり私朝方だわ。最近気がついたけど、そう朝方なんですよ。夜にかけて元気がなくなってくるなって改めて思うわ。早起きの方が合ってるんだな。早起きの方が合ってるんだなって、すごい早起きしたみたいな言い方してるけど、あでも今日自然に6時半に目が覚めました。はい、そんなわけでハローアミです。はい、時差でハローアミですが登場しちゃいましたが、今日もそうなんかね、一日の中でいろんな予定があるので、その様子を Vlog でお届けしていきたいと思います。それにしてもなんか最近ねっていうか、あの皆さんも同じような天気の中生きてるかもしれないけれども、もやもやした天気が続いてて、夏どこ行ったのっていう感じなんですが、そうちょっと小話を一つしていいですか小話を一つって令和で言う人あんまいないと思うんですけど、そう最近気がついたんだけどね、そう今ピラティスを結構しっかり始めて、あの勉強中なんですけど、ピラティスを日常に取り入れ始めたら、この低気圧とかの天気によって気分があんまり左右されなくなったんですよ。私結構もうね、太陽光があれば自然に元気になっちゃう人間だったんですけど、そう逆を言えばもう雨の日とか曇りの日のどんよりした天気の時って、本当にこの世の終わりなんですけどみたいな気分に結構ねなっちゃうタイプだったのね。そうでもピラティスやり始めてから天気にねテンションが左右されなくて、今日もすごくどんより空なんだけどテンション高いの何の自慢。いやでもね、多分テンション高いのって言ったんですけど、多分この動画の前に多分動画1本撮ったから、それのね今ブーストがかかってるからテンション高いんだわ。多分カメラまた切ったらなんかこんななってるかもしれないんですけど、まあね、みんな人間なのでそういうことありますよね。今はそうだね、天気に左右されなくなったのとか言ってるけど、天気に左右されてる日もありますのでどっち、そう、まあでも漠然とピラティスを始めてから体調はいいなって感じているっていう小話でした何の小話だ。はい、そんなわけで今日はあいにくのどんより空なのですが、そんな中できる限り Vlog 撮っていこうと思うので、ぜひ最後までお付き合いください。あ、はーい、ぼっちと合流しました合流しました、絶賛迷ってます、どこかわかりませんややこしいったらありゃしません。ちょっと待ってください、どこだろう。いや、まさにさ、いるんですよ、私たちは。地図で言うと、地図上ではいるんですよね、はい、道がやばい、雨に晴れてますって言ってます。はい、これ私にとって晴れです、晴れです晴れです、ポジティブ、今日晴れです、これやば、待って、でもね、え、これじゃない、え、これじゃない、え、でもさ、これ美容院だよね、え、そうだこれだ、あ、これだ、あ、やった、無事に、無事に展示会準備中、ごめんなさい、ほんとに、あかねちゃんのセンスはもうね、学生時代からピカイチなんてございます。いや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 、そんなわけでエディ東京のデザイナーもしていたあかねちゃんの新しいブランドソフィーの展示会に行ってまいりました。
イタリアのレザーを使用していて、とっても上質、シンプルだけどエッジが効いたデザインの靴とバッグが揃っていました。なんか全部一応ソフィーのバッグはこの、はい、こういうあのスウェードのタグが全部ついてます。かわいい、かわいい。一応ショルダーストラップもついてるで、斜め掛けもできるような素晴らなっております。この形一番使いやすい。そう、おお、たくさん入るね。いいね、意外と結構入る。欲しい。アンさん本気で買い物中。イタリアのレザーを使っております。使いやすいんですけど。グリーン、かわいい。ね、かわいい。かわいいよね。これはゆくゆくオンラインで販売されるということ？今もう受注してるんで。あ、そうなんだ。受注いいね。そうなんですよ。いい。いいですね。このオッチの今日のワンピースもかわいい。かわいい。いいね。ぴったり。みんなで今日ブラックコーデですね。合わせたように。確かに。こちらのバッグもコロンとしているのに意外と荷物が入って素敵でした。そしてシルバージュエリーのラインナップももう心ときめきすぎて、私はちょっとごつめのリングが好きだったりするので、とてもツボなものが揃っておりました。こういうシンプルなデザインのネックレス一つ持っておくととっても便利ですよね。かわいい。はい、どのバッグをゲットしたのかはまた後で。ランチはイタリアンが楽しめるレストランリナストアーズへ。ここ表参道にできてずっと行ってみたかったんですよ。ロンドンの双方で人気なイタリアンのデリカデッセンのお店だそうで、デリも充実してましたし、スイーツもね本当にいろいろ美味しそうだった。ランチしてます。そうだよ、4人ショットにしよう。事件でした。この前バースデーガールだったリサです。おめでとう。イエーイ。あれあれ、小学生、小中高一緒のメンバーです。恐ろしいですね。6歳ぐらいから。そうだよ。でもなんか6歳からさ、みんな顔変わってないよね。じゃあすごい適当に切るよ。うん、切ってるオッチは単品で撮るね。何やら今日はすごい大雨なのですが、ランチの後はラブレスでショッピング。青山のラブレスはこのハーデンブックスっていうカフェが併設されているので、ドリンクを楽しみつつショッピングも楽しめるっていう。このカーディガンかわいいな。うわ、他のカラーもクラシカルで素敵です。うわ、もう秋ですね、ファッションの世界は。そしてヴィンテージのジュエリーも、はあ、なんてこったと心の中で頭を抱えながら、このシャネルのイヤリングとかセリーヌのブレスレットとか、ああもう物欲は尽きません。突然ですが今日の私のファッション紹介。今日は大雨だったのでヘンネのソックスにプラダのサンダルを合わせました。バッグは EDT のものでコスのピタピタ丸ワンピースを着ております。このサンダルですね、厚底だし雨の日でも履けるっていう、履けるわけじゃないかもしれないんですけど私は履いております。そしてラブレスの近くにあったアッシュというビューティー&ユース、ユナイテッドアローズの系列ですかね、のセレクトショップに連れてってもらいました。ここもすごくセレクトがもうねときめきでしたし、出会ったことないブランドさんにたくさん初めましてできました。中でもですね、ここのノンフィクションというブランドのハンドクリーム、もうみんなで香りにときめきすぎて一つずつ香り試しちゃって、もうたまらなすぎて友達のプレゼントに購入しました。ついでに自分の分も買っちゃいました。いつもお買い物は一人でプラプラってことが多いので、こうやってキャッキャしながらお買い物みんなでしたの楽しかったな。ポッチュとリサとバイバイして青山グランドホテルに向かいます。化粧品の発表会に行きます。
はい、大好きなセルヴォークの新製品発表会に行ってきました。全17色の単色カラーのアイシャドウが発売ということですね。そしてもうセルヴォークといったらもうおしゃれな目元を演出してくれるアイパレットだと思うのですが、こちらの新色の中でも03番はもうセルヴォークといえばのテラコッタカラーをさらに進化させたネオテラコッタカラーだそうです。そして環境に配慮されたパッケージにバージョンアップされていて、なんとこの単色シャドウはもともとサトウキビの搾りカスからできたパルプモールド、パパパパルプモールドという、生地じゃない素材を使われているみたいです。新作の美容オイルクレンジングも気になります。はい、やっぱ新しいプロダクトに出会うとちょっとワクワクしますよねという気持ちを抱えて帰宅です。おはようございます。もうね、出かけて帰ってきて撮ろうと思ったらもうなんか大雨すぎて、もう部屋暗すぎて撮れない感じだったので次の日の朝撮影しておりますが、昨日のお出かけで入手したものたちをご紹介できたらなと思います。この雨よけカバーがいかに大雨だったかを物語っていると思うんですが、はい、まず一つ目はテレレテレー、イタリアンレザーでできているそうで、こんな感じでソフィーって入ってます。このスウェードがいいですよね。で、私このボストンで斜め掛けできるこのサイズのバッグを一番日頃よく使うんですよ。で、いつも使っている黒のものが、まあ、ちょっとコーディネートによってはきついな、強すぎるなっていうことがあったりするなって思っていたところ、この絶妙なグリーンが本当にもうときめいて気に入ったので、はい、こちらにしました。中もこんな感じで内ポケットがついてますね。内ポケット2つついてる。はい、これたくさん使おうと思います。はい、そしてオッチュとリサとそのランチした後にセレクトショップをいろいろ回ったんですけど、ここすごくねいいよって言ってオッチュに教えてもらったこの H と書いてアッシュという、セレクトショップ行ってきたんですけど、そこにあったこのノンフィクションっていうブランドのハンドクリームジェントルナイト、いい香りすぎて本当にもうみんなでねハンドクリームも変わる変わる香り嗅いで、あ、これが大変、これが素晴らしいみたいな感じで言って、中でも私はこのジェントルナイトっていう香りにときめきすぎて、誕生日お祝いする予定があるね友達がいるんですけど、その子の誕生日プレゼントとして購入したんだけど、いい香りすぎて自分も買っちゃいました。この香り本当出会ったことない、本当にいい香りなんですよね。いや、最高に癒されます。そう、このブランドがね結構いいプロダクトが揃ってるってリサに教えてもらって、もうねセンスのいい友達の太鼓判ほど信じられるものはないので、もう即買いでございました。本当いい香りで、なんかねインスタグラムとか覗いててもすごくアートワークがねおしゃれで、もうねいいの作るねって感じの何目線って感じなんですけど、アートワークだったので、インスタとかもよかったら覗いてみてください。これはちょっとね久しぶりにときめくいい香りのビューティーのブランドだなって思っております。そしてその後に行ってきたセルヴォークの新製品発表会ですね。これはみんなとバイバイして一人で行ってきたのですが、なんとなんとセルヴォークからクレンジングオイルが出る、いや前からあったのかな。オイルクレンジングみたいで、サスティナブルなオーガニック成分が使われていたり、オーガニックブレンド精油が使われていたり、これは絶対香りが好きなやつじゃない、もしかして。はい、好きでした。あ、待って、好きでしたって思ったけど、ちょっとハンドクリームとこれどっちの香りか分かんないんだけど、あ、好き、これ絶対クレンジングタイム気持ちよくなるやつです。ちょっと早速使ってみたいと思います。そしてセルヴォークのちょっと新作のパレットをご紹介したいのですが、デレレレデレー、いい色、もうびっくりするぐらい好きなパレットなこと間違いなしっていう感じなんですが、ちょっとまだこの私このホヤホヤのアイシャドウのこの表面すぐちょっと触れないので、またこれちょっと動画とかで使っていきたいと思います。はい、ちなみに今着ているのはインティミッシミのシルクのパジャマでございました。
はい、そんなわけでまたこういうゆるっとした Vlog 撮ってねと思っていただいた方は高評価ボタンとチャンネル登録もお願いします。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井アミでした。